コディマーシャルデッカーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サンタモニカ出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。2009年の MLB ドラフト22巡目で、サンディエゴパドレスから指名され、プロ入り。2012年オフに、第3回 WBC 予選のイスラエル代表に選出された。2015年9月14日にメジャー契約を結び、 同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビュー。この年は8試合に出場して11打数、無安打だ,だった。オフの11月6日に FA となった。2015年12月3日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ。2016年の開幕は参加のトリプル A 級オマハストームチェイサーズで迎えた。2016年4月20日に 金銭トレードでコロラドロッキーズへ移籍し、三家の a a 級アルバカーキアイソトープスへ配属された。5月15日に自由契約となった。2016年6月15日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結び、三家の a a 級ポートランドシードックスへ配属された。11月7日に FA となった。2017年1月9日、 ミルウォーキー・ブルワーズとマイナー契約を結んだ。保守にコンバートされる見込みと報じられた。3月には第4回 WBC にイスラエル代表として出場した。直後の3月27日にブルワーズを自由契約となった。その後、4月12日にニューヨーク・メッツとマイナー契約を結び、参加の AA 級ビンガムトン・ランブルポニーズへ配属された。 2018年2月21日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2019年3月10日にダイヤモンドバックスとマイナー契約で再契約。7月7日に現役引退を表明。本来は一類種だが、イスラエル代表では外野も守っている。2019年までのマイナー通算204、本類打は現役プロ野球選手最多記録であった。 ありがとうございます。